うしお TV をご覧の皆様ごきげんよう。うしおなんですけども、やってまいりましたよ。今日はね、気合入ってますんでね、見てください。これ遊び改革と銘打たれた横断幕がね、バチンといっぱいあったんですけども、本日お邪魔しますのはですね、神奈川県は川崎市にございますDバス柿尾店。この7月からですね、Dバスグループの遊び改革にですね、僕もちょっと一丁紙しようじゃないかと言ったわけで、店内なんかにもですね、牛尾改革みたいなですね、歌い出しがですね、至る所に貼ってあるんですけども、この7月からですね、私牛尾、このDバスグループのですね、応援団として、またプロデューサーとしてですね、一つお店盛り上げていこうじゃないかと言ったわけで、今回がですね、一応初の収録実践と。一応ディーバスグループが神奈川県2店舗と長野県2店舗と計3店舗あるんですけども、柿尾店今回初の収録実践、要はそのプロデュース第1弾という形になるんですけども、本日が7月5日の土曜日ね、今日なんとリニューアルオープン初日という感じでですね、例によって貸し玉の枚数がですね、今まで1050枚だったものがですね47枚になったよといったわけで、一つね、そんな記念すべき日にですね、牛尾プロデュース第1弾がかぶってきたというところでは、お客さんもみんなそうだと思いますけども、期待できるんじゃないかと、ね、皆さん期待してきてるんじゃないかと思いますんでね、ぜひとも今日という今日はね、初陣を飾るという意味でもいい結果を残せるようにですね、頑張ってまいろうと思います。もうお店の方開いてるんですけども、化け物語、なんで化け物語なんだよと思うかもしれないですけど、これね、化け物語負けないっていうことに最近気がついたんですよね。なぜかね、ちょこちょこ打つんですけど負けないんですよね。なんでだいぶ乗り遅れてはいるんですけども、最近ちょっと打ってるんですね、化け物語から実践スタートという感じでございます。多分ね、リニューアル初日ってこともありますし、わっと時間経つにつれてですね、稼働の方上がってくるんじゃないかと思いますんで、ちょっとね、前半戦何かこう手応えを感じられるようなですね、内容になればいいなというあたりに期待しつつですね、早速実践の方行ってまいります。はい、それじゃ打っていこうと思います。今ガクンしたね、ガクンしたね、今ね、見間違いじゃないと思うんだよね。ちょっと巻き戻してみてください。多分ガクンした今。昨日が11回でしょ。一応上げ狙いっていう感じで打ってますね。ああ、いいんじゃないかと。最近ね、ちょくちょく打つんですよね、化け物語。なんだろう、なんかこのぐらいがちょうどいいかなっていう感じですよね。ちょっと打ってみて分かったけど、俺化け物語、その何が面白いのかってね、最初の頃よく分かんなかったんですけど、ちょっと打ってみて分かった。要はもう目標が1個なんですよね。要は当たれば AT ね、目指すとこ1個なんで、そういう意味で分かりやすいですよね。要はAT に入ってあれを引いて、まあもちろん入ってからね、頑張らないと出ないんですけど、まあ入り口が、分かりやすいってとこで、なんだろう、こう変なハードルの高さをこう感じないっていうのかな、っていうのがいいんじゃないかと。で、当たり自体、高純度のこの AT 機っていうふうに考えれば、当たるまでのハードルもそんな高くないんでね、
っぱバランスいいんでしょうね。初めて160ゲームだけど、そろそろなんか欲しいよね。お、今貝が超でかくなった。これ多分いくわ。これ大丈夫でしょ。いやいやいや、はい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 、はい、チャンスゾーン。いい時はサクサクいけるんだけどね。つまり、2回ぐらい揃えよう。よしよしよし、まあまあ反応いいぞ。赤とかでも割と平気で出せるからね。でいうと確かね、25% とか 30% とかそのぐらいなんだよね。で、また回出てるけど、一応チャンスゾーンが稼った後はその回数連か、チャンスゾーンが連チャンするモードに行くかもしれないということになってますんで、うん、これはちょっとチャンスってことでいいのかな。今のスイカが？ありますか？ありますか？あ、これあったね。大丈夫よね。おう、おい、はい、2回目のチャンスゾーン。重みを返してください。当てよyou
ダンスの秘訣。意外と当たったりするんだよね。まあねえわな、まあ、まあそりゃそうだわ。この辺なんだよね。おっ、どうした？何かいいことあったのかい？いや、161はまずまず。戦場ゴムラ先輩の代わりになれると思うんだが、どうだろうか。ちょっと武藤が脂っこいじゃないか。おう、あるか。あるね。おう、チャンスゾーンの食いつきもまあまあいい。狙い、さっきのチャンスゾーンもノーチャンスめよ。おおおおお、どうした？これ揃っちゃったりしない？揃わねえんだ。あ、途中で発展。これ当たったね。これ当たった。いやいやいや、嘘嘘。はいはいはい。投資が13,000円。まあまあいいよ、まあいいですよ、うん、でもう AT 中はもう何しろ倍倍チャンス頑張るかボーナス引くかっていうね。お、いいんじゃないか。このカットインちょっとレアだよね。おう、さすが。あー、安い。まだね。おう、そう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 。お、いいんじゃないか。来てるね。お、これ当たっちゃうんじゃない、このまま。
いや、あるね、あるね、ありますね。よし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 、よし頑張れ。ボーナスの方だった。